知ったか、世界の朝ごはん。さあ、世界の朝ごはん、今週はこちらの国です。はい、今週はイタリアです。イタリアね、イタリアのシチリア島の東部の町カターニアです。はい、こちらは世界遺産にも登録されている大変美しい町なんですけれども、そのカターニアで今日は究極の食材を作る職人さんを見つけました。どうぞ。今週我々がやってきたのはイタリア最大の島シチリアのカターニア。地中海の美味しい恵みにあふれ、人々が陽気に暮らすこの町にはどんな知っとくが待っているのか。それでは早速ボンジョールノ。お次は町の中心にある市場をブーラブラしちゃおうかな。おお、ものすごくにぎわっていますね。プレイゴ、チキエ、プレイゴ。それにとっても活気があるし、うわ、売っているものはどれも山盛り。なんでも野菜や魚介類など、シチリアは地中海の食糧庫とも呼ばれるほど、ここで取れる名産品が多いんだとか。そしてその代表格がこれ、トマト。量が多いのはもちろんのこと、種類もとっても豊富。日本では見たことがないものもいっぱいなんです。トマトは特にここから車で1時間のパキーノが産地で、そこには素晴らしいトマトの職人がいるんだ。ぜひ行ってみるといいよ。トマトの職人、どんな人なんだろう。というわけでやってきたのがパキーノ。ここの土壌がトマト栽培に最適で、甘くて味の濃いトマトが取れるんですって。で、トマトの職人さんというのはどこにいるのかな。ん、あそこで手招きしている人がいますね。あの人かな。そう、まずはトマトを見てよ。やっぱり。早速ハウスを覗かせてもらうと、うわあ、真っ赤なトマトがいっぱい。さすが職人さん、育て方がうまいんでしょうね。職人っていうか、僕はトマトのブリーダーなんだ。ここのは全て僕らが開発したトマトなんだよ。トマトのブリーダー、さすがイタリア。中でもこのマウロさんはその道40年の大ベテラン。ブリーダーとは、病気に強い、甘みが多いなどの新しい品種を開発する人のこと。一つができるまでに最低でも5年は必要で、しかもそれが商品化できるかはブリーダーの腕次第なんだとか。じゃあ僕が作った究極のトマトを紹介するよ。究極のトマト？一体どんなトマトなんですか？トマトブリーダーのマウロさんが開発した究極のトマト、一体どんなトマトなのかな。これさ、これが加熱すると旨味が増すように作った料理専用のトマト、シシリアンルージュさ。この宝石のような美しさのシシリアンルージュは、甘みと酸味のバランスが絶妙。さらに旨味成分であるグルタミン酸が普通のトマトの3倍もあるんだとか。家庭で簡単にプロの味が出せるということで、マウロさんにおすすめの料理を作ってもらったんですけど、それはシンプルなトマトソースのパスタ。究極のトマトで作った、これぞ究極のトマトソースですよね。こんなうまいトマト作っちゃったら、もう開発することがなくなっちゃうんじゃないの。地元の人も大絶賛。なんでもこのシシリアンルージュは日本でも売られているんだって。日本に帰ったら究極のトマトソースを作るぞ。知っとこう、職人さんが作る究極トマト。そんなシチリアのカターニャに住む新婚さんの朝ごはんを覗いてみることにしましょう。広いキッチンで朝ごはんの準備をしているのが奥様のロレダーナさん。では一品目、まずはナスを輪切りにし、塩を振って水分を少し抜いたら、オリーブオイルで素揚げします。油の温度を低めにすることで、きれいなきつね色になります。次に、あの究極のトマト、シシリアンルージュを刻みます。これをニンニクの風味をつけたオリーブオイルで炒めます。シシリアンルージュは水分が少ないので、調理時間も短くて済むんだとか。しかも味付けは塩のみ。トマト自体にうまみがあるので、これで十分。
あとはペンネを茹でて絡めるだけ。最後にナスとチーズを乗せるんだけど、これはノルマという名前のパスタ。この町出身のベリーニのオペラから名前が付けられたんですよ。カターニャが生んだイタリア三大オペラ作曲家の一人ベリーニ、彼の功績を称え伝統のパスタ料理にその名前を付けたんだとか。これで伝統のノルマ風パスタの完成。ここで奥様食材を取りに冷蔵庫へ。では冷蔵庫の中を拝見させてもらいましょう。すっきりと整理されています。生のパスタやニョッキがたくさんあるのを見ると、さすがはイタリアという感じがしますね。二品目は豪快にタコを丸茹で。こうして何度か持ち上げて茹でるとタコが柔らかくなるんですって。茹で上がったタコは細かくぶつ切りに。実は旦那様はプロのバレーボール選手なので、体調を考え魚介類や野菜をたくさん使うようにしているそうです。さあ、これで今日の朝ごはんの準備が全て整ったようですね。では奥様のお顔を拝見しましょう。ロレダーナさん。シチリアはカターニャの奥様のお顔を拝見。ロレダーナさん。ブンジャルナ。はっきりした顔立ちのロレダーナさん、今日の朝ごはんを紹介してください。今日ダーリンのために作った朝ごはんを説明しますね。まずこれはノルマ風パスタ。すべてがシチリアの名産品で作られたこの町伝統のパスタ。もちろん美味しいに決まっているわよね。タコのサラダは野菜もたっぷりで栄養満点。スポーツマンの旦那様には欠かせない一品です。カンノールはサクサクっとした生地にチーズクリームが絶妙なデザート。ピスタチオの食感がアクセントです。彼はとってもハンサムで陽気な人なのよ。ではお越しましょう。螺旋階段を上った2階が寝室なんですね。ハンサムなバレーボール選手の旦那様、さあどんな方なんでしょう。こちらが旦那様のアルフィオさん。バレーボール選手の傍らジュニアチームの監督もやっているそうです。二人の出会いは8年前、カフェで一目惚れした旦那様がその場で声をかけ、見事アタックを決めたんだとか。そして昨年7月ゴールイン。さてお味は。コンプリメンティ、ラッツ。Vediamo, assaggiamo. Bellissimo. Grazie. Buona veramente. Squisita. Veramente, ogni volta che mangio, mangio con passione. So che tu te la metti, quindi. Grazie. 一口食べるたびに奥様にキス。シチリアカターニャの熱々朝ごはんでした。そっか、うん、はい、さっきはノルマ風パスタです、はい、どうぞ。いただきまーす。お、ナスはやっぱり日本サイズですね、はい、ちゃんとこのシシリアンルージュ、マウロさんが開発したこのトマトは日本でも売られてるんですよ。究極なのかな、はい、ちょっとこれいただき、どうも、はい、それちょっと見たかった、食べる、おいしい、ね、いかがですかトマト、うん、マウロ、ほら、あらイタリア人になっちゃいましたね。あらイタリア、マイケ、おいしい、おいしい、おいしいですか、いいな。高橋さんいかがですか。ちょっと硬いやけどこの方がいいな。絶対うまいですね。硬い方がね。なんかちょっと絡みますよね、うん、いろいろね。いやもう本当にお塩だけなのでシンプルにトマトの味が楽しめると思うんですけど。